新鮮市疾病予防管理センターは21日夜新鮮市法案区の団地で新規感染者一例が確認されたと発表しました感染者はリュウさんで普段は孫の世話をしています6月からリュウさんはレストランで何度かスタッフをしていたため当局は同区のすべての飲食店サービスを一時停止しました情報に詳しいネットユーザーによると 21日、新鮮資料館、3ン2村で新規感染者1例が確認され、現在、道村は閉鎖されているといいます。しかし、それに関する公式なお知らせは、まだ出されていません。21日、新鮮資料館、福建新村も閉鎖されました。21日夜、同区で PCR 検査を受けるよう、呼びかける宣伝者が出動しました。 ネットユーザーが投稿した動画に、深セン市法安区のワクチン接種所で、ある男性住民が予防接種を受けた後、突然、気を失い、倒れた様子が映っています。